夏季 DIY ともします。エアコン室外機周りを掃除中。こんな感じで綺麗になりました。ウッドタイルも敷いて完璧。できれば汚したくないので、今回はエアコンのドレンホースを見直したいと思います。ドレンホースとはこのホースのことで、室内のエアコンから低圧高圧のパイプと一緒にまとめてぶら下がっていたり、室外機の足元にあったりすると思います。家の外側に設置してある室外機であれば問題はないと思いますが、バルコニーとなると掃除が必要となってくるので、なるべく水の方は流したくない状況です。なのでこんな感じで排水管のところまでホースを伸ばしている状態ですが、実はね、もう一つあります。エアコンには冷房と暖房があるので、冷房の場合は室内の水分がドレンからね排出されます。暖房は逆作用なので、室外機から水分が流れるので、このドレンから水が流れます。夏場は冷房なのでここからは出ませんが、冬になり暖房を使い始めるとこの下がびしゃびしゃになってゴミが溜まり出して汚くなります。見えるホースは1本なので、わからない方もね多いと思います。ということで今回は室外機にもホースをつないで、さらに日本のホースもつないで排水口付近まで伸ばしていこうと思います。用意したものはこちら。ドレンホースは 3m で298円、二股用の分岐ジョイントが378円、超高い。あとはビニールテープとハサミ。ちょっとサイズが分からないので、ちょっとつける前に確かめてみようと思います。この先端のやつはゴキブリ侵入防止用のキャップとなります。これがホース部分で、これが連結部分で18ファイ、いわゆる直径が 18mm、 カットする部分によってサイズの方が変更できまして 16mm と 18mm となります。ホースそのものは下には入らなくて、上の2箇所はホースで入ります。この下の部分は10足ファイであります。ホースを延長する場合にはこの 16mm と 18mm の部分をはめ込んでつなぎ合わせて、ビニールテープで固定します。こんな感じで大丈夫です。ではね、室外機の取りにつなぎます。今ね、16mm ですがバッチリです。
はい、ということでこんな感じで見ます。室外機周りの汚れが気になる方はぜひね、ご参考になればと思います。一度ね、ドレンホースと室外機のドレンの位置を確認してみて、軒下などの室外機の場合でも排水の場所などを考えた方がいい場合もありますので、一度見直してみるといいのかと思います。はい、こんな感じで動画は以上です。よろしければ高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。